初球打ち、ショートの横抜けた、ホームに送球、チャンスを広げていきます。ノーアウトランナー三塁一塁。バッターボックスは8番坂倉。先ほどの打席はファールフライに倒れています。フォアボールのランナーが出ています。初球は見てきました。ちょっと高いですね。できれば低めでゴロを打たせたいですね。なるほど。さあキャッチ、インサイド落ちました。取ってツーアウトです。これから9回カープの攻撃です。そしてファイターズはピッチャーが変わります。背番号11、岸が4番手としてマウンドに上がります。最後の締めを任されました。改めてお聞きします。バッターボックスの西川、どういうバッターなんでしょうか。まあ、外野の間を抜くツーベースヒットが真骨頂のバッターですね。そうですか。いいコースだったんですけどね。はい、外のストレートわずかに外れてボール、アウトコースで決めました。ワンボールツーストライクです。4球目は何で来るか。真ん中打ちました、破りました、センター前、先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー1塁です。バッターボックスは2番菊池。先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。ヒットでランナーを1塁に置いています。これが1球目、内から入りました。できれば低めを打たせてゴールにしたいですね。そうですか。さあバッテリーどう組み立ててくるのか。さあ3球目は何か。3球目打ちました、レフトの前に落ちました、ヒット、同点のランナーも出してしまいました。ノーアウトランナー2塁1塁。さあそしてバッターボックスには阿部が入っています。さあ得点圏にランナーを背負った場面です。まあこのピンチを切り抜ければ勝利が待っているわけですから、ピッチャーは踏ん張りどころですね。なるほど、そうですね。ここはゲッツーを取るようなピッチングが理想ですね。そうですね。初球は打ち、食い込んでいくいいボールでしたね。はい、次は外を攻めて引っ掛けさせたいですね。なるほど、そうですか。さあ追い込みました。ピッチャー有利のカウントですから、インコースの食い込んでいくボールが。三塁線抑えた、二塁送球、二塁アウト、アウト、ダブルプレイ。さあそして打席には鈴木が入ります。さあ強い子にはなりましたが、ピンチは続きます。まあここをビシッと締めて相手に勝機を与えないピッチングを見せてほしいですね。なるほど、そうですよね。ここは敬遠という選択肢もありますね。なるほど。さあどう来るか。このピンチ空振り三振に切って取りました。試合終了。日本ハムファイターズが